紺色のユニフォームギラバンツ北九州。前半6分、立ち上がりに得たコーナーキックのチャンス。最後は池本が押し込み、いきなりの先制。試合の主導権を握ります。しかし後半パスを奪われます。止めようとしたディフェンダー藤がレッドカードで一発退場となってしまいます。一人少なくなり猛攻を受けたギラバンツ。ゴールキーパー佐藤の好セーブが光り守りきりました。2週連続で岐阜に勝利、天皇杯3回戦に駒を進めました。お互い、手の内が分かっているという中で、大事なのは立ち上がりどういうふうに入るか、中途半端な入りであると非常に難しい試合になるなというふうに思っていた中での前半6分での池本の得点というのは非常にこのゲームを進めるにあたって優位に運べたなというふうに思っております。